三代目、市川段行助の綱女。文化十一年三月、江戸志村座の隅田川花子所染めより、初代、歌川豊国が。三代目、市川段行助とは、江戸時代の歌舞伎役者。屋号は、三河屋、拝名は三光。四代目、市川段蔵の次男。当時、大阪にいた父、段蔵の下で、五歳の時、市川段子と名乗って、 初舞台を踏む。その後竹田芝居で役者としての修行を積んだ。完成十二年、市川団行助を襲名。文化三年、江戸に下り市村座の顔店に出演。女しばらくを演じて、大当たりを取る。以後死ぬまで江戸の地を離れることはなかった。しかし団行助は、その数年後梅毒にかかり、セリフが観客に聞こえにくくなるなどの症状が出ていたという。また、 一村座は、当時負債を重ねており、文化十二年春に倒産して閉城、控え、櫓の霧座が、その工業を代行するに至った。段行きすはその妻が、霧座座元の親戚で、工業の資金を援助していたことにより、霧座の貢献人となる。だが、霧座は工業権を得た者の,の出演する役者の、顔ぶれが揃わず、翌年の文化十三年の正月になっても工業が、 できなかった。その年の3月、やっとのことで、玉まもの女ごひいを上演し、男行き助は大切で、娘道ちなりを務めた。しかし不入り、その後も霧沢、工業を続けるも、やはり不入りが続く。そして次の年の文化14年1月、火事により近くの中村座と共に霧沢全焼した。度重なる不入りで経営が逼迫していた、霧沢、 それでもなんとか仮武神で再建し3月に芝居の幕を開けた。4月にはダン、段ユキスケが変化舞踊3つ人形をくれない彩色を踊って評判となったが、この工業中に段ユキスケは病に倒れ、霧座の工業も6月で最後となった。10月、経営が保てなくなった。霧座はついに土在工業権を譲り渡しダン、段ユキスケは、 戸座の顔見せが始まる5日前、自宅で衣装を残し自殺したのである。去年32、遺書によれば自分の病とそれまでの霧座の経営を苦にしてのことであった。霧座より工業を引き継いだ戸座の顔見せは大入りとなった。そこで戸座に出演していた三代目、小野菊五郎と岩井久米三郎は、 戸座の工業収入のうち50両を市村家と段行助の遺族に送ったという。当たり役は、京成半言公の又平女房お徳鏡山物の中老王の絵など。特に、娘道成寺については、生涯一度踊っただけにもかかわらず、三つ五郎よりも格別なりと当時評されている。三つ五郎とは、同時代の三代目、坂東三つ五郎で、 娘道成寺を当たり役としてたびたび務め好評を得ていたが、段ゆきすの方が良かったということである。式典三馬は段ゆきすについて、絶倫の若尾山、諸殺芸の権利と評している。ただしその顔は、おも長で、唇が厚く、役者として要望には、今一つ恵まれなかったようである。ありがとうございます。